はようございます。今スペインのトレドというところに来てます。昨日マドリードからトレドに来てですね、ちょろっと観光をしたんですけど、まあずっとね YouTube 毎日更新してたんですけど、昨日はちょっとあんまり撮れ高もないっていうのと、ちょっと久々にゆっくりしたいなということで YouTube はお休みさせてもらったんですけど、これからトレドから、マドリードを目指して、それからバルセロナに帰ろうと思うんですけど、やっぱりねむちゃくちゃ高い。今土曜日なんですけど、むちゃくちゃ宿が高い。30ユーロで泊まれてたゲストハウスが土曜とか週末になったら200ユーロくらいになるんですよ。めちゃくちゃふざけてないですか。その8人部屋とか10人部屋のゲストハウスが200ユーロですよ。日本円で3万円くらい。いやだいぶええホテル泊まれるやんっていう。だいぶこれふざけてますね。だいぶ攻めてます。さすがにね、いやまあ出せますよ、その貯金があって出せるんですけど、今の自分を安心させてもこの先の自分が安心できないなっていうことに気づいてですね、さすがに200ユーロはちょっとこの先続く旅の中では止まれないなということでですね、今めちゃくちゃ考えてます。ただ今こうやってカメラ撮ってるんですけど、どうするかまだ決めきれてないですね。ヒッチハイクでちょっとどこまで行くのか、もしくは、今日、まあ、この先一旦トレドからマドリード行って、まあ、マドリードからバルセロナには電車で行こうと思ってますので、ちょっとどうしようか、この道中の中で検討、まあ、多分あんま考えるというよりかは流れには任せていきたいなとは思うんですけど、まあ、結論今日野宿濃厚やなって思ってます。ただ今日天気も悪いんですよね。雨で、今だからなんやろな、もうどうしたらええねんっていう状況なんですよ。頭の中はこのどうしたらええねんっていう時に効果的なのがやっぱり僕はヒッチハイクやなって思ってて、ヒッチハイクしたら何かが起こる。Hola, I'd like to go to Barcelona. To Barcelona today? Yes. One person, no? Yes. Barcelona yeah. is full. Oh, full? It's full. Oh? No. Is there like cancellation sometime? No, lo sé. Impossible. Impossible? Okay, thank you very much. Nada. Hitchhike.いやいろいろ考えた結果、もうヒッチハイクしかやることないなと。まさかの開始10分くらいで来たよ。あ、ほら、エスパニョル？あ、じゃ、イングリッシュ。イングリッシュ。I want to go to Barcelona. Barcelona. But first of all, autopista. What? Long way. Yes. What? Yes. ここから再びアウトピスタ。一回高速乗ってもらったんですけど、まさかの降りるというね。ただまあ車的には止まりやすいのと、割ともしかしたらアウトピスタの方が止まってくれるんかもしれないですね。さっきも5分くらいで行けたんで、もう一回希望を持ってやってみようかなと思います。Thank you very much. Okay.
drive nothing. Okay. If you need something, just call me and we can come back and help you. No problem. Thank you very much. You're welcome. I appreciate you. Thank you. You're welcome. Thank you. マジでクレイジーなことが起きてます。やるせない思いというか、マジでクレイジーなことが起きてて、さっき声かけてくれたアレクサンダーという、まあ、女性が最初その高速道路のところまで連れて行ってくれるって、旦那が連れて行ってくれるって言ってて、でそこから回り回ってちょっと今日もう遅いからホテルに泊まって、で明日そのもう一回朝一でそっちまで送るからみたいな、高速道路まで送るからってなって、でそのホテルがもうこれ森とかなしで20件くらい電話してくれて、全部ソールドアウト、フル、なんていうの、日本語で満室、全部満室で、もう本当に、でこっちのバスに来たら、バスがあるかもしれへんって言ったけど、ここ見てください、見覚えありますか。僕が朝来てたところなんですよ。だからもう知ってるんですよ、バスがもうないってことは。僕もう知ってるんですよ。結局あかんくてバスなくて、でもうどうすることもできひんくて、でホテルもなくて、結局なんかもうなんかお腹空いたらご飯食べてって言って、なんか100ユーロくらい、120ユーロほどいただいて去っていきました。めちゃくちゃなんか不思議なことが起きてる。また戻ってきたけど、120ユーロ増えた状態からもう一回またヒッチハイクするという。ただマジで僕がもう、僕が怒ってることは、いやスペインのホテル事情クレイジーすぎるやろなんで、いやホテルもあるんですよ、正直あるんですけど、もうなんかマジでビジネスホテルみたいなのが600ユーロくらいするんですよ。もう星野リゾートレベル、リッツカールトンレベル、500ユーロとか600ユーロするんですよ、普通のホテルが。それは多分需要がありすぎて、週末こっちに多分レアルマドリードの試合があるらしいです、明日。それでもう全部のホテルが埋まってて終わりました。だから泊まる場所なくて、ただこれでご飯食べてっていうお金はいただいて、なんかこうすごいいろいろやろうとしてくれたんですけど、結局アレクサンダーもなんだろう、なんかすごい悲しそうに去っていって、何もできなくてごめんねって言われて、これはもうスペインのホテル事情が悪いですよ。もっと作らな、快活クラブスペインに来なん、快活クラブスペインに必要でしょ、これ。快活クラブマドリード店必要でしょ。いやーマジでリスタートですね。いろいろちょっと進んだと思ってまたこっち戻ってきて、やるせないね。まあ僕はもともとね、野宿でも全然大丈夫なんで、マジでもうこれヨーロッパのホテル事情がクレイジーすぎますよ。仕方がない。もう今日はまた野宿する物件探すか、もう一回ヒッチハイクするか、ちょっといろいろ考えます。今日は野宿が確定したんですけど、最強の物件見つけました。マドリードで最強の物件見つけました。まずですね、ここですね、
駅から徒歩2分くらいで、こう人通りも少ないけど、まずポイント1、ベッドが備え付けでした。これベッド備え付けでした。もともとこの辺に落ちた備え付けベッドで、これもしやばいやつが来た時にこう来るじゃないですか。だいたいここから来ますわ、やばいやつで。これがあるから、これで絶対近寄ってくるの分かるんですよ。絶対近寄ってくるの分かるでしょ。この距離やったら僕だいぶ警戒してるから気づけるんですよ。でこれ結構距離遠いでしょ。で最悪この辺まで来た時にやばいやつが、僕ここからすぐに起き上がって、こうここでこうなんていうんですかね、こうフェイントかますことできる。こっちに行くふりして向こうがこっち行った瞬間にこっちから逃げることもできるし、で最悪もう思い切ってこっから飛び越えてこっち行くこともできるし、こっちに逃げることもできる。でこっちも行くことができる。しかも結構街灯もあって、で風通しもいいから、でちょうどこの木の間からええ風入ってくるんですよ。だからめちゃくちゃいい物件見つけました。めちゃくちゃいい物件です。セキュリティ面めっちゃいい。こうもしここが塞がれてたら、結構こう挟まれたらきついと思うんですよ。でももし僕を押そうと思ったら、多分5人体制、1、2、こっち3、4で5、5人体制で襲わないときついんですよ。だいぶセキュリティ強い、ここ。だから今日はここで一泊してですね、明日マドリードの方に行きたいなと思います。まあセキュリティはめちゃくちゃ強いですよ。やばいやつが来ても絶対に襲われないですよ、ここやと。それではおやすみなさい。ああ、天然のプラネタリウムがある。